アクセラは、マツダが製造、販売していた乗用車である。日本国外向けの社名は、当初より、マズダさんだが、2019年5月24日より、日本国内で販売を開始した4代目より、日本国内でも日本国外向けとほぼ同じマズダさんの、社名を用いている。本校では、日本で、アクセラの社名を用いていた3代目モデルまで記述する。 長年親しまれたファミリアに代わる世界戦略車としてボディサイズを拡大しあらゆる面での実力を引き上げて開発されたファミリア同様日米欧の三極をはじめ世界展開される同社の中核車種であるヨーロッパにおける C セグメント車の市場を見据えボルボ S40V50 とフォードフォーカスとプラットフォームを共用しつつ基本設計された ボディタイプは4ドアセダンと、スポーツと称する5ドアハッチバックの2種類を用意。マツダでは、小型乗用車に分類されるが、ボディサイズは、他社のそれより一回り大きく、実質的に、ミドルセダンに相当する。近年の大型化の流れを受けて全幅は1745から 1770mm あり、エンジンの排気量にかかわらず、全車3ナンバー登録となる。 ただし、ドアミラーを含めた車服は、日本の道路事情を考慮し、5ナンバー車と同等の数値に抑えている。スポーツの全長は3代メランチやデルタを除けば、同クラスハッチバック車としては最長である。マツダスピードアクセラは、いわゆるホットハッチの一種で2006年に追加された。L3VDT 型2.3リットル直噴ガソリンターボエンジン。 MZR2.3 樹脂ターボが搭載され、6速、MT と LSD が組み合わせられる。補強された5ドアハッチバックボディが採用され、ホイールには18インチアルミホイール、ブレーキは、前輪、12.6インチ、後輪、11インチという体型のものが採用された。スペックは 264PS、3 8 8 k g ス、m と、 当時の全輪駆動車としては、異例の高い数値を発揮し、0時速 100km 加速では、ホンダインテグラタイプ R や同シビックタイプ R をも、しのぐタイムを叩き出した。一方で、車子に対して、エンジン出力が課題であったため、ジャジャ馬と評されることもしばしばあった。走りにこだわる欧州のユーザーに高い評価を得ており、2004年の、 ヨーロッパカーオブザイヤーにてゴルフと並ぶ同率2位を獲得。2005年度に松田はさらなる増産を決定。2006年8月末時点で国内生産累計台数は100万台を突破した。生産開始から3年2ヶ月での達成は松田社として過去最短記録である。その後2008年10月末時点で世界累計生産200万台を 2011年4月26日時点で世界累計生産300万台を達成した。2008年のロサンゼルスモーターショーでセダンがボローニャモーターショーで5ドアハッチバックがそれぞれ発表された。開発コンセプトは再びカスタマーの期待を超える。日本国内での月間販売目標はアクセラセダンとアクセラスポーツホットハッチの マツダスピードアクセラの3モデル合わせて2000台と発表された。オーストラリア市場では2011年から2年連続で販売台数第1位を記録した車種であった。2013年6月27日、ニューヨーク、ロンドン、メルボルーン、サンクトペテルブルク、イスタンブールの世界5都市で発表された。日本では2013年11月21日に発売された。 生産は、豊富工場のほかメキシコ、タイ、中国で行われ、年間販売台数は、世界50万台を目標としている。2004年に製造を開始した教習車仕様はこの、クラスで希少なマニュアル車が設定されていることから、2014年に、累計生産台数1万台を達成。近年で、日本国内の教習車市場で3分の1の、 トップシェアを確保している。なお、三代目の教習車仕様の CBABM6KJ 型において、エンジン及びトランスミッションは、スカイアクティブテクノロジーを採用せず従前のものを採用している。戦術の通り2019年4月26日をもって受注終了となり、現在タイで生産される、日本国内未投入の2代目マズダーにセダンの、 右ハンドル車の同型車種のマツダ教習車に移行アクセラレート、アクセラレータ、エクセレントを語源とした造語。日本国外使用であるマズダーさんのさんは、社格を表している。ありがとうございます。